黄巾の乱が鎮圧されても天下に平穏は訪れなかった。皇帝を取り巻く宦官が官室の腐敗を進め、その宦官撲滅の混乱に乗じて宮中に入った董卓が権力を握ったことで、世はさらなる混迷へと陥った。董卓の専横に対し、袁紹は討伐の軍を組織せんと檄を飛ばす。孫権もこの軍に加わるべく馳せ参じた。大志、そして野望、諸侯の思惑が交錯する中、蒙古の牙はひときわ鋭く鮮烈な輝きを放つのだった。周瑜、この連合どう見る？烏合の衆とはまさにこれ。半端な野心、力なき大義、どれも強大な董卓に殴られるだけかと。辛辣だな。だが的確だ。頼れるのは己の、我ら皇統の分のみか。もとよりそのおつもりでは。まあな。周瑜、策と合流せよ。我が子ながらイノシシだ。戦局を見る目に欠ける。殿こそ辛辣であられる。彼はイノシシなどではありますまい。周公瑾、蒙古の支えとなってまいります。若さとは頼もしいものよ。逆進、董卓とその一派を壊滅させる。進め、官室の平穏我らが取り戻すのだ。よし、敵将討ち取ったぞ。よし、敵将討ち取ったぞ。勝てると思ったか。戦を甘く見るとどうなるか思い知れ。よし、敵将討ち取ったぞ。よし、敵将討ち取ったぞ。なんという戦上手。ゴリとは切符の言うか丈夫の言うか、このわしが確かめてくれ。もういいのか。戦場で武を競わん。よし、敵将討ち取ったぞ。
ぞ。孫悟の軍が制圧したぞ。私の軍にとっても良い規範となるな。わしが相手だ。首もらい受けるのはいいの。よし、敵将討ち取ったぞ。漢の都を守る剣道なる砦で来ろうか。この手で攻めることになろうとは。しかし、これをなさずして官室は守れん。官の中心たち、力を合わせ突破するのだ。よし、いいな。敵将、討ち取ったぞ。我が知略に加藤など片腹痛いわ。よし、敵将討ち取ったぞ。奮起せよ。我々が遅れを取るわけにはいかん。Hit!
私がお相手いたしましょう。覚悟なさってください。よしもういいな、敵将討ち取ったぞ。ここで命を散らすわけには。一旦身を引きます。よし敵将討ち取ったぞ。味方はいねえぞ。覚悟しやがれ。よし敵将討ち取ったぞ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 。我らの勝利である。総統
ここにあり。敵の軍師がこんなもん持ってたんだけどよ。おお、これは伝国の玉璽ではありませぬか。これを持つ者こそ皇帝たるにふさわしいものとか。バカな、そのような妄言があるか。この天下がたかが物一つで左右されていいはずはない。ですが殿、この乱世、愚か者はそのたかが物一つを欲するかと。なるほど、使いようだな。天下に触れ回れ。伝国の玉璽はこの高等の虎が手にしたとな。